どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うがでございます。ウルトラマンファイティングエボリューションプラクティスモード、ちょっと練習していくよ。やり方、操作方法、これ全然分かんなかったから。結局のところ、あ、プラクティスだから、ちょっと選択して、まあでもこれだよな多分。ちょっとやってみようか。練習練習、まずは必殺技っぽいのは出かけた、さっき出たんだよね。ちょっとの説明的なものは入ってんのかなこれ。ああ、でもこれね、オープニングっぽいわ。こういう細かいところに気配ってくれるのがもうね。お、どこ、フラフラノーマル、スタンド、カウンタータイトル、キャラクターチェンジ。あ、ダメだ、書いてねえや。説明書とか、説明書、ちょっとどこ行ったっけ説明。あ、あったあったあった。ちょっと読みながらやるわ。よいしょ。操作方法、操作方法。さ、最初から読めって話だよね。考えてみればね。通常の場合、相手フラフラゲージを貯めて、吹っ飛ばして、L1、R1 で必殺技。あ、なるほど。はい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 。はいはい、なるほどね。オッケー。ちょっと分かったかもしんない。意外とあれだな、僕は攻撃の選択肢は、やっぱり3と比べてちょっと少ないわ。試しやってみよう。フラフラゲージマックスにする。殴る。溜める。離すと、出ると。離すと、出る。っていうことだよね。OK! わかった。じゃあちょっとタイトル戻りましょう。ようやくわかったわ。じゃあバトルモード。あ、ウルトラモード。もう一回ちょっとやり直していいですか？そしたら怪獣殿下。やっぱり、もう一回ね、ちょっとゴモラの、尻尾を切りたい。ゴモラの尻尾切りをしたいよ、僕は。もう使い方は分かったね、完全に。なるほどね、フラフラゲージは三角攻撃がないのか。たおそらく。はい、そうですね。最高。いや、てっきり最初なんかこう、操作方法の説明があるのかなと思ったらなかったからびっくりしちゃった。よいしょ。とりあえず、できるだけ四角とかで、さすが、この、体力、相手の体力の下のこの赤いゲージですね。フラフラゲージを貯める、っていうことなんだろうな。で、時々罰で投げたりして。よいしょ。はい。機能を復活し、空へと飛び立った。とりあえずそれは良かったと。してその次だよな、ゴモラを倒せと。はい。1、あ、いた、ダメだった。これでもたまるか、OK。要は通常攻撃で貯めるっていう解釈でいいんだろうな。大丈夫ね、ここない。お、おしよしよしよし。はい、そうなります。ウルトラマンの攻撃によって手傷を負ったゴムラは地底へと潜ってしまった。で、そしたら大阪城にやってくると。大阪城壊される前に倒せと。ヤセコリの打ち方はもう分かったんで、完全に。最高。大阪城を破壊しようと近づいてくる。止められるのはウルトラマンしかいない。これ自衛隊の攻撃でダメージ入ってるのか気になるな。行きましょう。一応後ろにいるけど。ほっ。よいしょ、痛い痛い。しゃっしゃ、あ、やばい、あかん、その方向あかん。よーし、危ない。方向転換。今完全に何体かやられた気がするけど。ちょ、ちょ、ちょ、なんか。この、今のこれいいな。だこの時はまだ攻撃のバリエーションがそこまでだったんだな、きっと。
あ、やばい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 。その方角はあかん。やろう、そっち行くな。怖いよこれ。あれ、フラフラゲージなくなっちゃった。せっかく貯めてたのに。ちょっと待った、その位置あかんのじゃない。あ、だ、よかったよかった、一応見えてるわ。いて、尻尾攻撃やべえな。あ、来た。よし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 、安田一行の尻尾切れ任せなさい。もうやり方は分かった。これで溜めて、あー、溜まんなかった。嘘だろ、やばいやばい。ちょっと俺絶対溜める気でいたんだけど。ちょっとこれで地味にダメージを与えていくしかないな、これ。逆にこれあれか、ガードで貯める作戦もありか。ちょっと意外とやばいかも。倒しちゃう。オッケー、押しときた。そしてゴムラを倒せた。ゴムラを倒す、大阪城破壊。はい、本当は尻尾切れだ。え、でもそれだけ、まさかの。あかん、ちょっと待って、大阪城そっちに向かうな。投げて前、最高の、いけ、これで何か。おう、ウルトラマンの手によってゴムラは倒され、大阪には再び平和が戻った。ありがとうウルトラマン。え、でもこれ何か最後までミッション達成したところで何かボーナスもらえないの。なさそうだなこれ。いや、でもそういうのちょっとやっておきたいな。ウルトラマン、なるほど、なんとなく要領は分かってきた。じゃあちょっと同じやつやってもしょうがないんで、ちょっと次行きましょうか。ウルトラ警備隊西へ。これやってみてどんなもんかよ。1ヶ月前に打ち上げられたペダン星調査ロケットを、うん、地球の侵略行為と誤解したペダン星人は地球への復讐を宣言してきた。いやー、ペダン星人への対策会議のために世界各国の科学チーフたちは急遽六甲防衛センターへ招集された。会議が開かれんとするその時、防衛センター前に突然謎の飛行物体が現れた。合体を始める物体、なんとその正体はペダン星人の操るスーパーロボットだったのである。キングジョーですよね。この怖さったらないんだよな。あ、いい、ちゃんとせ、いいね、再現されてんの。背景もやっぱ違うんだもんね、ウルトラマンごとに。センターを破壊し、会議を妨害しようとロボットは防衛センターへと迫る。何としても会議は成功させねばならない。防衛センターを守りきれ。キングジョーの体力4分の1まで減らせ。了解、再建。いやー、やっぱセブンっつったらこれだよな、ソバット。別にいいんだけど、後ろの旗イギリス多くねえか。まあいいか。硬えな、キングジョー、やっぱり。出た！エミリム光線、なんか大丈夫か、破壊された。よっしゃー。遅れて現れた北米の科学チーフたちは、危険は承知の上で防衛センターへと車を走らせて。いや、大丈夫か、それ。防衛センターやってくる、車すべて守れ。北米チーム、半分まで減らせ。
空向かうよな、そっち。待て待て待て、あ、ちゃんと防衛の、防衛隊のチーム、曲だ。あ、待って、そっち、あかんのちゃう？反対方向、ダメだ、そっちはダメだ。やめろやめろやめろ、うわーっ、寄せ寄せ寄すんだ、違う、そっちはダメ、危ない、あー、旗が、ちょっと待って、あかん、あかん、ちょっと、こっち、おびき出す、おびき出す、おびき出す、こっちへ、オーバーチ、何今の、すごい、よいしょ、うわー、おーしおしおし、ナイスナイスナイス、ちょっと待って、そっちはダメだ、あー、怖い気がする、危ねえ。ほう。状況が不利になるや、ロボットは再び分離し、いずこかへ飛び去っていった。どうだっけ、神戸沖だっけ、確か。その後、対策会議は無事に進行し、対ロボット用の新兵器も着々と開発されていた。数日後、ロボットは神戸港に再び。そうだ、神戸港だ、神戸港。世界の限りを尽くしながらロボットは神戸の町へと近づいてきた。ペダン星人は侵略に対する報復という大義名分を奏ぐに捨て、この地球を我が物にせんという野望の実現に向けて行動を開始したのだ。さて、いや、これなん、この時のさ、キングジョーの無機物の怖さっていうのがあるんだよね。またその機械ゆえの平気でだって、確かセブンの首、なんかセブンの首とか締めてたもんね。防衛センターからここへ向かって運ばれている。到着までに神戸の町に被害を出すわけにはいかない。上陸を阻止せよ。神戸タワーを破壊されたら終わり。 OK、ま、実際神戸タワー見たことはねえんだけど、まあ行きましょう。あー好き、このやっぱセブンって言ったらこの曲だよな。夕焼けが入る曲。うっ、あー危ない危ない危ない。たまるんじゃない？あー惜しい、くそ、は、手放しがよかった、せめて。あーは、ちょっと待って、やばいやばいやばい。でもこれだ、ファイティングエボリジョン3は確か僕覚えてるんだけど、なんか神戸港の、なんかその施設が何パーセントかやられたらダメなんだよね。確か、半分ぐらいか、6割ぐらいか、壊されたらだ、なんか、失敗してた気がする。なんか攻撃受けてない俺。さあ、どうだ？行った！よし！ゼロ距離！お、来た。死闘の最中、新型爆弾ライトン R30 を乗せた車が神戸港に到着した。掴んで動きを封じろ。キングジョー掴む。ほっと、あ、早い。新型兵器の力によってロボットは木っ端みじんに破壊された。ここでキングジョーがちょっとあれだよね、おお、キングジョーが最後倒れる直前に直立になるのがいいんだよな、っていうことだよね。面白いじゃん。ようやくなんか操作方法もだいぶ分かってきた。うん。というところで、うん。というところで次回いきます。お楽しみに。今これ聞いてる人って最後まで動画見たってことだよね。そうなるね。いやー、ありがとうね。ありがとうございます。うん、ブラザーバックしないで、このノリで今後も行くから。嘘だろ。